はいどうも、イズログです。で、今回は、まあ FX の <laughs> トレード記録になりますね。まあお金は減りましたね、もちろん。で、まあ僕のブログの趣旨として、まあほぼ、このチャンネルっていうのは動画じゃなくて、まあブログの滞在時間を上げるための動画なんで、まあ誰に向けたら何でもないとか言ってましたけど、まあ、そうも言ってられねえと。まあ FX を本気でやるってつぶやいて、 まあこのざまかっていうのと、やっぱり振り返りですよね。やっぱり、<laughs> FX を手段としてやっていくのであれば、まあちゃんとトレード記録っていうのは、まあ、みんなつ,つ,つけなくちゃいけないっていうことは言ってるし、まあそれはそれでありかなって感じ、ありっていうか、まあそれが全てだなって感じですね。はい。まあ一応今週はまあ、一応これはこれでまあ背景として、やっぱりその相場と向き合う面で、 今週の反省ですね。で、まあ僕が思ったことは、一応マイナスっちゃマイナスなので <coughs>、いくらマイナスになったかな。まあ大体今は1000通貨から6000通貨の真ん中ら辺でやってて、まあ10万円を今度こそまあ絶対増やすっていう気概でやってます。うーん、まあ。<coughs> まあエントリールールも全然、 まだまだ固まってきてはいないので、まあ、結構、うん、エントリートリガーだけに固執をして、エントリートリガーじゃなく、まあ、その相場の状態全体、週足、日足から見て、今、この流れがどうなのかっていうのは全然意識できてないなって感じでしたね。 まあやっぱりその、本当に同じ通貨でも冷やしからまあ30分とか15分見てみると、いやこれ本当に同じ通貨じゃねえだろっていうくらい訳がわからなくなってたんで、でもそれでもまあお金を増やす手段っていうものはちゃんと自分の中に欲しいので、まあこれは絶対に10万溶かすまで、溶かしたら溶かしたでもう10万突っ込むかでやっぱり覚悟決めてやるべきことだなと思いましたね。まあ背取りとかももういいやって感じなんで。はい。ま勝ちの中にも負けっていうのはあって、 で、今回自分の内面を動画で残すことっていうのは、やっぱり自分が今この時のこの気持ちっていうものを見返せるようにしていくことですね。で、やっぱりトレード記録をつけることと、あとはその負けを認めることができないとかね、その精神が、FX で精神が崩壊するっていうものの典型に、まあ、その典型の典型にですね、ドツボでハマってたなって感じですね。まあ、一応 トレード記録が、まあ一応何件かありますが、正直なところ白状すると、もっといっぱいトレードしてます。